始まってます。もう始まってます。どうも菅原大地です、本日はまた短いシリーズ、短い動画シリーズということで、ショートアプローチ20ヤード以内の時の、今日はラフの逆目順目というお話でございます。どんなことに気をつければいいのかっていうね、これいっぱいあるんです。気をつけることいっぱいあるんですけど、今日は速度についてですね、このストロークの速度テンポについてお話をしていきたいと思います。まず逆目から、まずですね、だからそもそもちゃんと芝生の目を見て、あ、これ逆だなっていう、要するに打つ方向に対して自分の方に芝生がね、こう向いてるっていう、この辺の方が分かりやすいかな。どうですか、見て分かります？こっちに芝目がこっちに向いてますよね。だターゲット方向こっち、芝目はこっちっていう、この逆目、これが逆目っていうのがもう芝生のこのライっていう状況の中で一番難しいかなっていうふうに思っていて、このクラブがやっぱり刺さってってですね、なかなかこう抜けない、一気にこう減速ブレーキかかってしまうのが逆目の特徴で、そこでだから気をつけるべきポイント、今日は速度テンポという話なんですが、通常の順目のラインに比べるとやっぱり速度を速くしましょうというテンポ、例えばですね、じゃあまずちょっと逆目の前に普通のラインでね打ちたいと思います。この辺普通ちょっといいラインに置いてピンまで10ヤード、今サンドウェッジを使ってますが、こうやって1、2、1、2、こんな感じで打ちたいと思います。なんとなく今ゆったりライもいいので、で目も逆目じゃないからこうざっくりしづらいんでゆっくり打てますよね。1、2、1、2、こんな感じ。フェースにまあ乗りやすい、順目の方がフェースに乗ってしっかりボールを押すイメージがしやすいのがこう順目普通のライの時ですね。で一方逆目に対しては今と同じようなこう速度で振ったとすると、ちょっとやっぱ落としどころ落ちどころと、まあランも結局まあ少し勢いが弱まって出ないっていう、弱くなりやすいんですね。同じ距離感で打っても逆目の方がフェースとボールの間に芝生が絡んでくるので、やっぱり飛びづらいっていう特徴があります。もう一回同じようにで、ちょっと手前下手ざっくりっていうミスも、これなんか分かりやすいですよね。芝生が多く入ったので思ったよりフェースに乗らずに滑っちゃってこう飛ばなかったっていう、そういうまあミスなんですけど、なので逆目の時の距離感は少しテンポを早めることでいつもの距離感に合ってくるっていう、順目と同じような速度スピード感で打ってしまうとやっぱりショートしやすい傾向にあるのかなと思いますので、1、2、1、2、1、2、緩まないようにテンポも少し速くしてあげる、そうするといつもの近い感じの距離感になってくるのかなと思います。ここも結構逆目なんで芝生が絡むなっていう、こうやって少しいつもよりも速くする、今ちょっと手前に入ってやっぱりざっくりってなりましたね。ここは本当に逆目の難しいところ、もう一回だけいきます。芝生が多く絡むなっていうシーンは基本ポコンって上に上がりますんで、その分そのテンポを速くする、それでいつものやっぱ距離感に合ってくるので、順目の時はまあ別に速くてもいいですね。順目の時はゆっくりになる必要はないんですけど、まあ、フェースに乗りやすい分順目からちょっと速く打っちゃうと飛びすぎたりしますので、今これいい状態に置いてます。順目の時はこう少しイメージはゆっくりでもしっかりフェースに乗って前にボールをこう押せるような形になるんで、同じまあ打てそうだなっていうライでも逆目だったらちょっとテンポ速い方が少しポコーンって上に抜ける分
飛ばなくなるので、結果的に速く振っても距離が、まあ、飛ばなくて合うっていうことですね。で順目の時は、まあ、そんなに速くしなくてもしっかりフェースには乗りやすいのかなと思うので、まあ、そういう形ハンドファーストにねしてあげることも重要ですが、順目はゆっくり、逆目は速くっていう、まあ別に順目ゆっくりじゃなくてもいいんですけどね、自分の感覚が合ってればいいんですけど、まあ一つのちょっと考え方の一つとして、順目はゆっくり、逆目は速く、ぜひ、ちょっと逆目でねショートしやすいという方は覚えておいてください。ありがとうございました。たくみくん、なんかありますか、質問。難しいな、一回閉まったけど。もう閉まりましたよ。閉まったけど質問ありますか。もうざっくりしそうなイメージが、イメージしかないっていう時はどうしますか。パターを使う。あ、自分もそうします。まあパターが絶対使えない状況だったらできるだけロフトの立ってる方がいいです。ざっくりっていうのはそもそもロフトが多い方が刺さるんで、うんうん、だからパターっていうのは刺さないってことはロフトがこう少ないから刺さないんですよね。だからピッチングとか9番とかそういうのでもう転がして攻めるしかないです。絶対ざっくりしたくないと思ったら、そういうことですね。頑張ってください。ありがとうございました。